ハオシュアイがアドバイスを送ります。まあ、ハオシュアイは少しずつこう日本語を、ね、覚えていきながらうまくこう庭にこう伝えているんだと思うんですけれども、本当にもうチームに溶け込んでますよね。はい、庭は2021-2022シーズン、前のシーズンで TT 埼玉のメンバーとしてプレーしました。その時は TT 埼玉初のファイナル進出に貢献しました。岡山では2度目のプレーです。さあ、第3ゲームは6オールからのスタート、超短期決戦です。高際のサービス、ヤンアンのチキータ、ストレートへの手作りのバックハンド、ね、キープして戦うべきですね。あのカウンターに対して高木のカウンタードライブ、このガッツポーズ、いいですね。いや、最高ですよ、だからこのラリー型の高木を生かすのにはどれだけこう木作りが仕掛けれるかと自分で言ってた通りですね、今のを前でグッと振っていくということがですね、高木のらしさを引き出しましたね。これぞダブルスですね。そうですね、34歳のベテラン高木は卓球を愛する気持ちを持ち続けてラケットを握り続けます。まあ、ここ気をつけるところの一つでもあるわけですね、はい、ですこれは庭の3球目というプレッシャーがあるがためです。ですね、木作りもちょっと硬くなるんですよね。はい、ここで TT 埼玉タイムアウトです。これでお互いにタイムアウトを使いました。木作りが首をかしげながらベンチに戻ってきました。いや、それはもう本当に今こうおせおせのムードのところで自分もいいプレーをして2点取ったところでですね、ちょっと大事に行き過ぎてストップミスしてしまったというのは、まあ、ちょっと自分で1本ちょっと後悔するところだと思いますけど、まあ、うまく、ね、タイムアウト残ってましたから、ここでもう気持ちの整理もつけて TT 埼玉としてはやっぱりこうらしさ、今日は非常にこうお互いのらしさを引き出していると思うんですよね。高木屋も松平木作りも似顔絵が添えられたこの押しタオル、今シーズン新しい押しタオルです。 TT 埼玉、大阪在住のイラストレーター芸者さんの作品です。多くの卓球選手のユニークな寝顔絵で有名な方です。さあ、タイムアウトが明けました。ふーっと息を吐いた庭、先ほど高木はもう目を閉じていました。大事な場面です。ヤンアンのサービス、長いツッツキ詰まって、これが合わないですね。ヤン、高木のフォアハンドライブ9-7、ヤンアンが合わないという表現になりますか。そうです、高木はもうここ狙いにいってるわけですよ、はい、もう1ゲーム目後半ぐらいから非常にもう回り込み積極的にいくので、高木の回り込みはもう非常にいいんですけれども、ヤンがねミドル付近のサービス、ヤンアンの柔らかなフリックです。8-9です。渡辺さん、やっぱりヤンアン台上の技術うまいですかね。そうですね、ですからこう間を持たせてしまうとやっぱ次対応できないので、木作りがなんとかねヤンアンにこう間を渡さないようなボールとかっていうのをね欲しいところですね。9-8です。バックハンド、フォアハンド、カウンター、つないだ、すごいラリーだ、うわー、すごい、高木はのフォアハンドオーバー、今もガッツポーズ、ものすごいラリーでした、これはもう、4人ともすごいですね、カウンターあり、引き合いありで、最後はね、ちょっと高木は動きが足りなかったのかもしれませんが、もう、場内、白熱してますね。9-8です。
ストップの応酬から、ここは丹羽が台上で仕掛けました。オーバーです。渡辺さん、珍しいシーンでした。そうですね、あれをストレートに行くのが丹羽なんですけど、やっぱりここはね、力入っちゃうところだですね。 TT 埼玉マッチポイント。長い突き、さすがには2回はミスらない。そうですね、しかも2回目シャープでしたね。そうですね、鋭かったですね。10ゴールです。ファイナルゲームはデュースがあります。ここからは2点差をつけなければなりません。第1マッチからファイナルゲームデュースという大激戦になってきました。サービスは1本交代です。このカウンターに行く、だんだんとやっぱりヤンアンも合ってきましたね。やっぱですね、高木もちょっと今入れに行きましたよね、ゆっくり。なるほどなるほど。それで高木、あのヤンアンもそれにちゃんと合わせて打ちましたね。このタイミングをここでしっかり相手のボールに合わせれるというのは、お互いにこう非常にレベル高い技術なんですけれども、はい、逆転で岡山リベッツには後期ヤンアンマッチポイント。ダブルストップからカウンターオーバー、がっちり握手岡山リベッツ、丹羽孝希ヤンアン、第3ゲーム12点、岡山の丹羽とヤンアンが取りました。これでゲームカウント2対1、岡山リベッツ丹羽孝希ヤンアンペアが TT 埼玉高木綿木造りユートペアに勝ちました。渡辺さん、はい、第1マッチから非常に白熱した激戦になりました。そうですね、ですからちょっとね、戦術的に言うとどういう展開に最終的に持っていけば行きたかったのかっていうのが、ちょっと TT さんと迷いがあったというか、定まってなかった気分もするんですよね。そうですか。最後のストップなんていうのはやっぱりヤンアンの一番いいところをね、出してしまったような感じもしますよね。やっぱり技術レベル高いですね。岡山の勝因というのはいかがですか。岡山はやっぱりあの我慢できたことですね。悪い流れをやっぱり早めに断ち切れるやっぱり力、これが一つ守備力であったりコース取り、庭のテオルにしたボールなんかもすごかったですね。すごかったです、はい、ああいうのがやっぱり岡山の実績だったと思います。広島 T リーグ TT 埼玉対岡山リベッツの一戦をお伝えしています。これから第2マッチです。第2マッチからはシングルスです。